はい、皆さんこんにちは。みなです。中です。エリティブログです。私たちは今日白川郷に向かってます。天気抜群です。上天気の中でパーキングエリアにいます。ということでここから 2,3 時間ドライブで白川郷です。雪景色が綺麗だといいね。そうだね、行きましょう。着きましたよ。なんか去年とかいつも来る時と違うよこれ。なんか道が違うよ、入るところが。ダメじゃないここら辺。うん、これ一般の、そうダメだよって。一般の人いいのかな、行って観光客は乗り入れできない。あ、やっぱそうですよね。ですよね、はい。すいません。社長、はい、道間違えましたよ。そうだね、だから言ったじゃん、さっき。だから違うなと思った。ですよね。満車って書いてる。駐車場見つけましたね。あ、満車だけど入れるんだ。いや、だからあれでしょ、待つって感じ。去年もそうだった気がする。あ、屋根にもちょっと雪いるし。いや、よかった。あ、半分ちょっとはげてるけど。ああ、本当だ、半分はげてる。まあいいんじゃない。はい、着きました。なんかね、ちょっと雪みたいな、みぞれみたいな、雨みたいなのが降ってる。大丈夫、そんな量だったらもう外国人だと降ってないよって言うよ。降ってないよ。これを晴れと呼びます。そうだよ。晴れてる、普通に晴れてますよ。ここです。この橋を渡ったらあっちに白川郷の集落が。そうそうそう、雪が強くなってきました。それも今だに降ってないよっていうことですよ。レナのここに溜まってきたよ。あ、本当だ、いい感じじゃない。いつも通りここ入り口だよ。入り口。私メガネめちゃこもったよ。え、危ねえ、危ねえ。今転んだら面白かったけどね。だよね、動画的にはね。そうそう、そんなために、そのため、ね、全部動画のため。じゃあこうやっていい、スンとやっていい。ノーノーノー、喧嘩になるよ。あ、そう。お、五平餅。あ、五平団子。あとは、お、あとあれもあるよ、みたらし団子もあるよ。ひだ牛まんあるよ、あったかいひだ牛まん、ね、美味しそうだね。いや、みたらし団子食べたくない。みたらし団子もうまそうよ。食べる、食べますか。食べましょうか。食べましょう。食べよう。ありがとうございます。みたらし団子一つください。なんか下の引き出しから取ってて。でもあったかい。そう、湯気出てるよ。じゃあいただきます。でもめちゃめちゃ焦げいいよねこれ。うまそう。うん、あれ醤油団子だよ。そうだよ、醤油団子って書いてあるよ。本当に？この風も食べて。プリンの家のバス停があるよ。可愛らしい。プリン、プリン、プリン買いましょう。え、食べるの？プリン食べる。新しいと思います、この。ね、うわ、去年なかった。美味しそう。はい、プリンゲットしました。食べましょう。うん、美味しそう。これ、おお、クリーミーだよ。滑らかプリン。うん、滑らか。食レポ5点。100点中5点。でも本当にめちゃめちゃクリーミーだよ。他のプリンよりクリーミー。じゃあタカの食レポ。うん、滑らか。みんな動画見るのやめるよ。下にキャラメルあるかも。あ、あったあったあった、出てきた。こんな感じ。うまそう。うん、でもそんな苦くない、なんかいい感じのキャラメル。木がすごいことになってるよ。うん、なんでそうなってるの。樹氷みたいになってる、すごい、つらら。え、上からかけてる。あ、わざと水かけて作ってんのかな。おい、触るな。見て、すっごい。全然カチカチじゃん。カチカチだよ、全然動かない。これすごい、カチカチこれ、お、お、お、
うわーやばい。おい怒られるよ壊すと。そうだよ全部こプリンって。ああまたチャンスがあるよ。ここから展望台の入り口だよ。歩いて行ける。歩いて30分。え30分って書いてないでしょ。分かんない、どこにも書いてないから。行きましょう。15分ぐらい。まあ今日こそ。でも下が滑ってたら危ないよ。危なくないよ。今日こそ頑張ってくる。めっちゃ人いる。本当だ見て。危ない、コロナになるかもしれない。ちょバカ。あっちの方行けない。車でも行けるよあそこ。いやでも車はいつも行ってるから、途中の歩いた景色がいいかもしれないよ。転んで怪我したら笑うよ。めちゃめちゃ感動するかもしれないよ。初めてですよこの歩いて登るの。そうそうそう、皆さんいい、ね、車でも行けるんですけどね。はい、歩いても行ける、歩いた方がいいです。本当かな。いや分かんない。どう考えてもめっちゃ近いよ。いやこれがね意外と遠いので、ここからぐーっと回って10分かかるよ。回り込んであっちだから10分だよ。10分このめちゃめちゃゆっくりのスピードで10分。さささっと行ったら3分で行ける。試してみる。社長さささっと行ってみていただいて。いや転ぶよ。ですよね、意外と雪があるから、ね、でしょ。ふかふかなベッドみたい、あの白いところ。ああそうだね、寒い寒いベッドみたいだよ。行くの高めっちゃ滑るよ。おおはい登りましょうちゃんと。そうこれ足にチェーンつけた方がいいんじゃない。そうそうそう、足に集中して。ほらだから言ったでしょ、車で行った方が危ない危ない、車で行った方が安全だって言ったでしょ。大丈夫大丈夫。分かりましたか。大丈夫大丈夫。端っこの雪が積もってるところ歩けば滑りません。転ばないように気をつけて。本当は転んでほしいでしょ。そうそうそう、カメラ持ちながらステーンと言ったら一番視聴者も楽しい。そうか、レナが転ぶところを見るのがみんなの幸せ。そうかな、違うと思うよ。あこの道いいわ。うんマジで登れ、靴がいけんかもしれない。よし行けた。変な人みたい。途中の景色が綺麗だよ。綺麗だね。これ上でも見れるよ一緒のやつ。違う。あらそう。うわふわふわ、かき氷みたい。やばいね。どうなるか分かる？戦争だよ。レナバカだね。固めたらさ意味ないじゃん。ふわふわのまま投げないと。そう。勉強になりましたね。そうかもしれないね。ドイツの雪だるま作ってるよ。そうそうそう。ドイツの雪だるまは、はい、団子が3つらしいよ。そう、これでも目とかあれないよ。はい、タカの飛騨牛マンが来たよ。飛騨牛って書いてあるよ。はい、飛騨牛マン熱っ。気をつけてください。飛騨牛マン、おお、めっちゃなんか柔らかそう。そのほわんとした、うん、おいしそう。めっちゃうまい。これだったら私も食べてみて。しかも肉味噌の味。はあ？そうなの？めっちゃうまい。ちょっと味噌の味が入ってる気がする。なんだろう、普通の肉まん、豚まんでしょ。あ、これ牛だからかな、その味の違いかな。あ、めちゃめちゃいい匂いする。めちゃめちゃめちゃいい匂いするよ。いい匂いする。でしょ、やば、めっちゃシナモンの匂いする。読める？ゴーの字だね、すごいね。どうやって、すごいね。これ白と皮を作ったらさ、一人3本買ってくれるから。そうだ、ね、白皮を作るために白と皮も作った方がいいかもしれない。後で提案して。うん、いくらもらおうかな、提案料。作りたてでめちゃめちゃ
パリパリだ。パリパリ。まあシナモンのめちゃその風味をするでしょ。うん、匂いがすごい。味もいい。うま。でしょ。本当熱々でパリパリで、シュガーでもよかったかも。もう一個買う。チョコでもよかったかも。全部食べたよ。レナが食べたの。レナが最後欲しいって言わなかったから。うま。はい、もう一個買わなきゃいけないよ。違うもの食べたい。もちろんタカが 90% を食べたから。ノーノーノー。あの5の字の半分ぐらいはレナ食べてたよ。本当かな。そう。安心して。安心できない。綺麗ですね。はい。なんか近くで見るとさ、ハゲてる部分とかあるけど、こう上からパッて見るとさ、そうだね、結構白。あんまりハゲが気にならないね。社長下りだから気をつけてね。私はあれ、こう滑り台みたいに。マジで滑るよ。こことかやばいよ。どうしましょう。気をつけて。あ、意外と滑る。お待たせ。こちらカーゴどうでした？よかったよ、またよかった。毎回いいよ。何回も来てる。毎回感動しますね、この日。まあ年に1回ぐらいは来ると感動しますね。まだ秋に来たことないから。そうだね。紅葉のタイミングで来るのもありかもしれない。来年でも早めに紅葉があるでしょ、ここら辺。多分ちょっと早い、寒いから。10月とか。ここめっちゃ遅いけど、蕎麦屋さん。もう2時半だよ。お腹減った。え、ここ行き。いいね。うまっ。すごいな、昔の家みたい。おー、いいね。めっちゃお腹空いたよ。このそばめっちゃいい色じゃない？なんか本当にそばでできたよって感じ。ね。うん。食感もめっちゃいい。でも冷たい。あったかいのよ、すればよかったじゃない。とろろご飯はどう？なんかとろろね、これ。めっちゃとろろろしてるよ。レナが食べれないよ。とろろご飯。何？はい、何も言ってない。美味しく食べてください。変な音出さないでください。とろろうまい。あ、本当に。食べてみれば。意外といけるかもよ、今だったら。ネチョネチョしてるのが嫌だよ。それがトロロのいいとこだよ。悪いところ。ネチョネチョはいらん、ね、いらん。ごちそうさまでした。はい、食べた。食べました。美味しかった、お腹いっぱい。あと白川郷また今年も見ましたっていうことだね。本当になんかいいところだよ。そう、皆さん行ったことないなら食べ歩きもできるし、景色も綺麗だし、うん、1回は行った方がいいよ。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。